どうもこんにちは、道楽工房です。今日はですね、山口県山口市にあるオフロードコース中尾に来てます。で、もう映ってるんですけど、今日は九州からゲストが来てくれてます。で、もう早速紹介していきたいんですけど、どうぞ。恥ずかしいね、こういうのね。座っていいかな。このハードエンデューロ業界の有名人です。塾長こと藤田隆俊さん。もうこんなの出るの初めてだから緊張しますけど。まあもう塾長って呼んでるんですけど、塾長はですね、ハードエンデューロ、今 G-NET って呼ばれてますけど、その前のウォーネットの頃の固定ゼッケン、黒ゼッケンの一番を2010、ウォーネットはもうもっと昔かな。ウォーネットはもっと昔で、 G-NET が始まった年が大付けだから2011年と13年かな。2011年と13年の黒ゼッケン一番、まあ要はチャンピオンっていうことなんですけど、それにあとあれですね、 ISD 海外のレース、はい、JC の方でオンタイムレースの皆さんをしてもらって行かれてて、まあ要はすごく上手くて、自分もですね、ちょっとこの車に乗せてもらって東北だとかそんなちょっとレース遠征に行かせてもらったことがあるんですけど、今日はちょっとですね、オフロードコースの中を来ていただいて、ヒルクライムをちょっと制覇して行くということなので、まあ事前に前回結構前の動画で開拓をやったんですけど、今日はちょっと帰り討ちにしたいと思うんですけどね。天候がですね、雨を連れてきてしまった。雨なんですよ。果たしてこれがどうなるのかっていうのをちょっと今日皆さんにご覧いただきたいと思います。しっかり楽しませてもらいたいと思います。じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いします。雨なのでちゃんと失礼がないように504の DC に変えます。新興タイヤの504 DC、最近いろいろスプロケ変えたりサスペンションにしたりいろいろテストしてるんで、はそれも兼ねてちょっと、知ってるとこ走るとこういろいろ走っちゃうからね。はい、どんな状況で走ってるけど、初めてのところは進行タイヤはテストをされてるんですか。一応テストっていうか、まあ、テストサポートをもらってるけど、レース出てるわけないからね。あ、うん、新製品のテストとかそういうのもインプレ出したり、あといろいろした方がいいですよって気がついたらなんか言ったり、あ、うん、それは撮ることわからないけどね。ただいろいろ進行さんが細かく動いてくれるんで、いろいろと実際、まあ、今回もこの前ナルトロであえて優勝してるみたいに、やっぱりこの 504cc 最強なんで、はい、うん、フロントのハップ自体がこれと同じ流れやないか、同じ組み合わせやないかな。へぇ、うん、極地線最強よ、やっぱり。ハード系だとやっぱ IRC が多いと思うんですけど、うん、やっぱりロシの影響力が大きいやろね、ロシとかの影響力がね。IRC ももちろんいいタイヤなんやけど、うん、あとはまあリザルトで分かりやすいというか、進行っていうかね、これがもともと昔の横浜タイヤの金型なのよ。スーパーリガーって言って、まあ、昔のモトクロスしてる人はみんな知ってるマリー最強タイヤの金型なんで、そしてそれに柔らかいコンパウンドとかつけてるから、実際あれなのね、マリー系で強いの当然なのね。外かとって真ん中柔らかいですね。そうフリーライドの120は空気パンパンだと入らないサイズがね、スイングの幅が狭いからね。ちょっともう抜いてしまってから入れて、まあ、いろいろと各メーカーさん、今アンドクがテストしてるダンロップもいいタイヤ出てるみたいやし、ブリヂストもいいタイヤ出てるみたいやから、みんないろいろでいいの出してくれたらいいよね。どこか、そうですね、選ぶ幅が増えてね、だいぶ増えましたよね。ああいう どっかの一本勝ちじゃ面白くないしね。今度 IRC もこれと同じデュアルコンパウンドの、まあ、最近なんか出たらしいですね。そういえばまた面白いんじゃないかな。
強みです。グリップいいですか？え？今日はまだいいですか？まだいいんじゃないかな。でも根っこ今ライン引っ張るとスタート動き出しの速度が乗ればゼロ発進できるんじゃないかな。さすが。すごいですね。タイヤがいいのよ。はあ。さり上がっていった。ごめん、上はさ、はい、まっすぐ、それとも左にこう上がっていっとる。どっち？どっちかというと左の方です。左の方に曲がっていくのね、はい。登り切った後ちょっとあるんですけど、あ、俺 そこから向こうかと思った。いや、もうもっと上の方まで、あの、これ要はここでいいよね。はい、うん、めちゃくちゃ登ってますけど、やっぱこのタイヤがいいんですかね。もう雨も降ってるし、こう新しく開拓されたふかふかのところにこの 540DC540 の金型、昔の、横浜のスーパーディガー、これもマリー最強ですからね。いやー、これに DC コンパウンドで、あの坂の途中の根っこも逃げないんで、今見てる通り途中から失速したかなと思ってたら、全然そっからでも道がわからんから、とりあえず一段上がってもう一回合わせていっても、はあ、あのガミのコンパウンドやから面で描くから、そこから面で根っこも噛むし、パワー足りんと速度が足りんと思ったら分回して角でも登るんで、はあ、いや、なかなかトラタイヤだとなんかそういう感じの食い方、トラタイヤはもう面がしないですもんね。面グリッププラス荷重やから、はあ、本当に前人は多分それが最強なんだけど、自分たちはその荷重ができないから、困った時には分回せばこの金型で上がってくれる、このパターンで。根っことか岩はやっぱりそのトラタイヤのが強いんだけど、ふかふかとかマディになると登ります。まあ、見ての通りですごい。ちょっと引き続きまだまだ別の昼ぐらいもあるんで、はい、やっていってもらおうと思います。ちょっとぬくもりましたウォームアップ終了ですね、ようやくこれ昼クライムじゃなく、ただの坂というか通過地点の道のように登れるみたいで、ルートです。これが分かってて、こけたら恥ずかしいな。これがルート。今ローで遅すぎたんで、大丈夫です。あっさり登られた。
ここはおそらくまだ誰も登ってないとこなんですけど、ちょっとシャミはなしで、シャミなしっていうか、このシャドルのままやったら、あと一旦なった後がどんなもんか行ってみたらわからんから、ちょっと一個下見かけて、はい、結構ここアタックしてるけどふかふかやね、はい、開けた割に速度が乗らない、その上タイヤで削られてないでしょ、え、タイヤであまり削られてなくないですか、うん、やっぱりまだ誰も登ってないみたい。いやいや、いいですよ、あの好きなラインで。ああでもあそこまで行ったってことはほぼもう登られたような、ああ開けると帰ってしまう、行ったかな、行った、ほぼほぼ止まったけど、あそこまで行ったなら、一発で登られた、マジか、乗り切ってしまった。クラッチがあれやろ。だからクラッチはもう繋いだらそのままね。あとアクセルはこうしてやから。ハンドル使うとクラッチマンがやられるんで、ピストンみたいに容量がないから、基本的にはアクセルワークで。だから。坂の途中でハンクラでパワー出すんじゃなくて、もうその手前からアクセルでエンジン回転を上げていく、はい、あ、そう、あんた上がってる、まだここは誰も登ってないところです。やっぱり厳しいか。1個目飛びすぎたね。と思ったけど、どうで、どう
一足で。そうで。誰も登ってないだけあって路面下半分はもうつるんつるんに路面が磨き込まれててすごくこうタイヤが空転してます。厳しいか。ああ、塾長が初投げ。たかと思った今。あのヒルクラム一発もあれやけど、こういうイゴイゴの方が本当はみんな練習したらいいんやけどね。まあレース中に綺麗なラインで一発で上がれることなんか相当ないですからね。ダメっていう設定ね。まあまあ一応は別にいいんですけどね。使えるとこは使っていいんですけど。焦んないけど一応この幅の中で。行かれてしまった。きえたけ。滑らなかったら横移動できるから。でこっちはダメないけど。でこがなければちょっと横移動できるから。これからこっちから。これから上向けていくみたいな。もちろんこんなのだったらダメないけどね。これなかったら例えばちょっと横移ったりもできますよね。という。DC のサイドの強さの話でした。タイヤの恩恵はめちゃくちゃでかいですね、やっぱり。だから、あの、例えば昔の柔らかいタイヤ、トラタイヤもそうやし、あの、普通のデュアルコンパウンドじゃないガミタイヤは剛性がなくて、
キャンバーでタイヤが潰れてしまってサイドがもう刺さらずに逃げるから、でサイドの面グリップってできかけられないから、やっぱりサイドは刺さらないとダメなんで、あ、だからこういうとこでアクセル上げても落ちていかない、まあ、上げすぎたらダメだけど、 IRC のあのゲコタ、ゲコタのあの割と出立ちのやつとか、新しいのやから、これと同じ考え方になるんじゃないかな。出立てのやつは捉えたいって一緒やから、柔らかかったですもんね、あのタイヤ。だからまっすぐとか板とか根っこは強いけど、やっぱりキャンバーはどうしてもパワー、あの、いけんことはないけど、パワーはかけられないよね。はい。それはでも、新古の 216SX でも一緒やから、そのゲコタが悪いわけではなくて、そのタイヤの構造の問題で、やっぱデュアルコンパウンドが、このサイドが刺さるから、あの、キャンバー落ちないっていうのと、サイドが強いことで、真ん中の部分が柔らかくても、パワーかけた時に全体が寄れない、そこ横が踏ん張ってるから、うん、押し付けながら寄れていく、あのトラタイヤとか、まあ、あのそういう柔らか全体の柔らかいタイヤと全体が避けてしまってパワーかけるとブロックが逃げるんだ。これはブロックが逃げないんで、パワーヒルクライム登っていってもいけたのかなみたいな、進行のお話でした。進行タイヤやっぱりすごいですね。いいよ、また細かく気使って作ってくれるから、うーん、特等したんやけどな、やっぱり特等したのは絶対楽やもんな。今ここ加速できたもんな。そうですね、あとこの縦根っこやな。どうしても速度が一回落ちたね。狭いですか。いや狭いけどね、今のフロントが抜けられる、だんだんそこの下がふかふか狭くなったらもっとシャープに抜けられるようになる、ちょっと期待してる。かと思ったけど、あーい、根っこ。のは行ったかと思ったけど、もういや毎回やるたびにもう上まで到達する高さがどんどん上がってきてる。地味にこういうレールはレールに入れて、開けた瞬間に横にぶれないように、あのそこ通り行きたいときは斜めに行くとき斜めに行くと、あとちょっと。
完全に登り切った、完全登頂です。いやー、登り切るまでに多分50回はやってるんじゃないかと思うんですけど、ようやく登られてしまいました。はい、じゃあ全てのヒルクライム制覇されたんですが、どうでした？難しかったです。楽しかったですよ。初めてのコースは刺激があって、雨が降る前に全部アタックできてよかったです。難易度的には どんな難易度的には、 G ネットで言ったらどれぐらいだろう、その細さとか、はい、曲がらねえかとこまで比べて言ったら、まあ、G ネットでもこの一番最後のやつはこれ引っかかるかもしれない、ゴリくらいも取るかな、うん、でもやっぱり登っちゃうし、このシャドウだと坂道走んでも行っちゃうから、はい、多分これ登れずに返されるわけではなくて、なんとかしていってしまう手間取るセクションかな。今のあの G ネットの上位、うん、まあ、上位の人たちはもう登っちゃいますかね。多分登ると思うね。固定ゼッケン5番以内ぐらいまでは、5番、まあ、9番まででも9回もポケの人は当然登れるんじゃないか、登るんじゃないか、うん、上の人間とかは多分一発で初見で上がってしまうね。それぐらい G ネットのレベル上がってる多分。俺今出てないから分かんないけど、これはまた新しいヒルクライム。ジネットを最初にヒルクライム作らなくていいんで、まあ、みんなが練習できて楽しいのを作ればいいやから、うん、ジネットを最初にするとお客さんコンクなるかもしれない。そうですね、まあちょっとやっつけてやるつもりで作りに来たは来たんですけど、楽しく走らせてアタックさせていただきました。いやー、まあまあそれなら良かったです。またいいのできたらまた呼んでください。はい、わかりました。またお願いします。ゼロスタートどこかね。あ、下ね。はい、ゼロスタート。多分これもゼロスタートで、その向こうもゼロスタートでいけると思う。あ、これ加速なしでいけるんですか。これも、いや、これはね、上がもう一定やから、ドンと動き出しで、動き出しで速度落ちてしまう、いけないから。これなんで、左からやってない、やってないここやってない、やってない、やってない、こっちからでも汚れる。より難しい条件で登っていく話をしております。結局用意したヒルクライムすべて上がられてしまいました。ほぼほぼ行ってしまった。前ブレーキを外してギアタイ外すことで転がるんです。転げて向きを変えたらまた支えてる。ただ地球の重力で浮いてるだけだから腕力全然いらない、支えてるだけっていうのを普通に覚えていくと、自転車やったらみんなできるんだけどね。これを覚えるとこのヒルクライムのアタックが100回でも200回しても疲れないという。毎回こう谷川にこけて100回起こしちゃったらしんどいやろ100キロ。はい、というわけで今回の動画以上になります。動画に撮っていないところでもチャレンジものすごくされてて、本当一人で走ってるのに体力もすごいし、本当にいい勉強になりました。見てるとやっぱりエンデューロもまた出たいなって思ってきちゃいますね。オフロードコース長尾はまた開拓行って新しいヒルクライム作りに行こうと思います。ご視聴ありがとうございました。